海開きは各年において海水浴場を開設すること及びその日である。また、開設の日に行われる行事も海開きと呼ばれる。海開き、浜開きとも。海水浴場では通常開設期間を定め、その期間内に監視員やライフセーバーの配置や、サメ防護、ネットクラゲ防止ネットオイルフェンスの設置などの安全対策を行ったり、 駐車場、更衣室、シャワー、トイレ等を開設したり、海の家等の売店、飲食店を営業するといった、利便施設の提供を行っている。そして、毎年、海水浴場を開設することを海開きといい、海開きの初日には行事を行うことが多い。行事としての海開きは、シーズン中の繁盛と安全を祈願し、管主などによる神事や安全祈願祭を取り行う。 ことが多い。海水浴場における遊泳の実機的な規制とは無関係で特段の規制が設けられている場合を除き海開き機関以外でも遊泳は可能である。ただし海開き機関以外は上述のような安全対策が講じられなかったり利便施設が閉鎖されている場合が多い。日本の本州では7月1日に行われることが 多かったが、近年では7月上旬から中旬に行われることが多い。2016年には、千葉県九十九里町の片海中央海岸で、本州一早い海開き式として4月29日に、海開きが行われたが、海水浴場が開設されたのは7月だった。和歌山県白浜町の白与浜では、2012年から毎年5月3日に、 本州一早い海水浴場開きを行っていたが、2017年からは7月の海の日の3連休の初日に変更した。和歌山県公安委員会から警備員等の配置を求められたためという。温暖な沖縄県では3月から4月にかけて海開きを行う海水浴場が多い。小笠原諸島の父島では1982年から 日本一早い海開きとして元日に海開きを行っている。また、母島でも同様に元日に海開きを行っている。ありがとうございます。